どうも、ヤードです。今回もですね、商業実機やっていきたいと思います。ただいまの達成数が 21.6%。前回の収録までは、始めるまでは30%あった達成率がですね、21%台まで、落ちてきてしまいました。ちょっとですね、20%台はせめてキープしながら30%台狙っていきたいと思いますので、ぜひぜひ今日も、ご清聴ください。ご清聴じゃないですね。ご清聴ってなんだよ。静かに聞いてくおださ前いじゃがないん聞けだよ。た。はい。まあ、ご覧ください。さあ、お相手2段の対振り持久戦が4級、得意戦法4級。ということは、他の戦法は4級以下っていうこと？いろんな戦法を試しているんでしょうね、多分ね。きっとそうなんでしょう。さあ、袖飛車でした。最悪ですね。袖飛車一番嫌い。本当に苦手、袖飛車。本当に苦手です。これ、どうしようって感じなんだよな。どうしようかな。これ、角、銀当てていっちゃダメか。これで、角ぶつけていくのはなし。はい。2分30秒。いや、これは一回引かしてもらって、それは一回引いて、別に歩打つでいいよね、これね。歩打つでいいから、まあ角で切ってきて飛車回ってくるっていうのはあるかもしれないけど、あるかもしれないけど、さすがにそれはやりすぎじゃないかっていう説が濃厚です。で、こっちとしてはここに角をぶち込んでいきたい。そうなの？それ一番つまんないよね。一番つまんないね。まあ相手はね、つまんないとかそういうことで見てないと思いますが、まあこれで、一回ここに角打ちますか。これで飛車捕まってるんじゃない？飛車は捕まってるよね。2分。少なくとも。はい。これで一回銀引いといて。ここに飛車打つ。意味ないか。いや、あるか。意味なくないな、これ別に。飛車打ってるね、これね。飛車打てるぞ。飛車打ちましょう。角打たれても、この歩取ってなっていけばいいから。そういうことね。はい。これで、とりあえず一回銀上がったりとかしておくか。なんかな、飛車回って、直接王様に、相手の王様にアプローチできないかな。これなんかまずい。角打たれるのはわかるけど、角打たれたところでみたい1なことに分はなんない。30秒。あ、やべえ、金浮いてるじゃん。やば。やば。やばば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 ば
ちょっと待って。とにかく打たれるのとか厳しいか。いや、そうだよな。でもこれで一回王手していって、あー、そうなっちゃいますか。そうなっちゃいますよね。これで王手して、銀打って、この銀もらって、これで足りないっていうことか。足りないし、これ詰めろもいいとこだな。こっちに逃げられて、どうしよう、これ。どうしようもなくない？一回受けるしかない。ルーズ！うわぁ！吐きそう！ダメだ。なぜだ。
ひねり飛車に勝てないんだけど。角を打ったところまではそんなに、ここまではそんなに悪くなかったんじゃないかって思いたいけどね。こっからなんで悪くなった？ああ、金取られたのがダメだ。そうだよね。これで普通に、まあ、金上がるなりしておけば別に問題なく話は終わってたはずなんだよね。うん。まあ、なるなりされて、そうね。いや、別に問題なかったはずなんですけど、ねえ。まあ、時間はトントンだったけど、まだこっから全然、戦いはこれからよみたいな感じだったと思うんですけど、金浮いてるのを見逃したのが失敗でしたね。ちょっとなんか良くないな、流れが。お前がバチバチっと、残りの試合は全勝するぐらいの気持ちでやりましょう。はい、全勝していきたい。全勝していくためには集中力を高めたい。集中力を高めるためには実況をやめたい。実況をやめたい。実況やめたらもう、それただの下手な将棋中継だから。まあまあまあ、実況あってもなくてもそんな変わりませんけど、と自虐的に言っていますが、これは否定され待ちだから、そんなことないですよっていう、そんなことないですよっていう否定され待ちなんで、一回大手ができるっていう割とメリット的なやつがある。割とメリットだよね。 あそうだよね。これだからここ踏むっていって、はい、でここに銀打ち込んで、あ、これ角もらってから銀打ち込んで、はい、これで銀打ち込んでいくっていう、で王様逃げていくと思うんで、ならずでいくか。まあ銀なりでよかったか。まあどっちでもいいか。あ、でもまあここに歩打たれるんだからならずでよかったかもね。ならずでよかったと思う。さあ出たそのパターン。ここに歩打って取って飛車切ってくるみたいな、そういうこと。2分30秒これやっちゃいますか。金上がっておいて、とりあえずと金作らせてくれろっていう、私にと金作らせてくれろ。これでなっていって、これでと金寄っていけば、まあ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 、そう悪い展開にはならないでしょう。はい、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。よし、よし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 、まあまあ、いいでしょう。こんな感じで。いや、よかったね。無事に勝てて。なんかね、連敗が見えてたからね。ちょっと。お前が先手だ。はい、3段ね。やっぱ 20% 超えるとね、3段当たりますね。増田式石田流だから角交換石田流ってイメージだよね。だけどこちらは角道を開けないので角交換させないよっていうことを宣言しておいて、はい、これがっちり石田流に組んでくるパターンですね。これで交換しておいて、で一回引くじゃん。これで歩つくじゃん。はい、これで一回銀打ちできるんだよね。これで飛車角両取り。なるほどねー。なるほどね。そうか。それがあるんか。
2分30秒これ金ちょっと差し上げるしかないかもしんない。これはちょっと駒の損ですね。駒損。まあ一回ね、一回なっていって、金打っちゃいますか。角ダメだな、竜の位置が悪い。でここに桂打ちですね。2分。でここの角打ちは下見出ました。はい、これで一回桂打てるでしょ。これで桂打てるっていうのでどうにかならないかっていう気持ち。これもまだ相手王手できないから角打ってこれ詰めろになってると思うんで、なってるかこれ詰めろに。まあなってるか、なってるよね、なってますよね。いやこれちょっと勝てないかな、勝てませんかね。これ金打ち取って、いや問題ないもんな、これも問題ないから取って、角上げてもまだ問題ないか、角上げても問題ないよね。はい、これでこれ永遠に追いかけていって、永遠に追いかけていって、この桂打ちとかが怪しくなってくる、今度。角か。まあ、これ銀打つしかもうないからね。こっちとしては。銀打つしかなくって、そうか。この角打ち結構厳しいか。金打つか。はい、これで王手して、で飛車打って、待ってよ。飛車打って取って金打って逃げ。飛車打ってでいいでしょ。飛車打って。はい、これで詰んでるでしょ、これで詰んでるでしょ。よしよし、はい、やりましたー。よっしゃー、三段撃破、まるで危ねー、若い頃のようじゃ。ありがとうございました。はい、というわけでですね、2連勝じゃないですか。いや、なかなか良かったんじゃないかと思います。ちょっと本当に難しい試合というか、もう完全に負けたな、負けを悟った瞬間ありましたけど、まあ恐れずこれ竜出ていったのがギリギリ運命をつないだかなっていう気はしますね。
この時にね、この時にね、金打って、取る手もあったのかな。まあちょっとわかんないけど、はい、これで逃げて、逃げて、で、ここに角打った手が、良かったですね。これ飛車取りにも当たってるし、まあそもそも、この詰めろを解除することができてたんで、はい。うん。これはかなり良かった。で、こっから、まあ、基本的にずっと詰めろをかけ続けるっていう状況を続けていくことで、まあ、勝利に、至ったということなので、で、この飛車取りもね、判断良かったと思いますし、はい、はい、これで無事に勝利。よし、良かったですね。はい、三段に勝ちました。良かったんじゃないですか。達成率上がったんじゃないですか。さあ、やっていきましょう。さあ、お相手、どんな方でしょうかというところなんですけども、さあ、お相手二段の方ですね。右四間飛車が得意の方ということで、勝率が6割ちょうどということで強いですね。その6割ちょうどのちょうどを崩してやりたい気持ちでいっぱいです。6割ちょうどなんてね。6割なんてね、あっちゃいけないから。普通。なんだそれ。右四間飛車回避。右四間飛車回避。めんど。めんど。2分30秒。金上がりましょう。金上がって、なるほどね。これで銀がこう来るじゃん。ああ、引くのか。引くのですか。なるほど。一回引いていきましょう。やばい、時間食った。まあ、ちょっとわかんないからもう銀打っちゃう。めんどくさいし。君めんどくさい。非常にめんどくさい。そんな感じ？ちょっとだるくない？なんかそういう人生だるくない？あなた。あなただる、だる、だるいと感じたことない？その人生を。その人生をだるいと感じたことはありませんか？2分。これ間違ってるね。ここに歩打たれたらダメだもんね。ダメだ、ミスった。お。お。強者？強者じゃない。これは銀でいく。ちょっと威力なの怖すぎるんだけど。威力なのが怖すぎる。ここに強者？何？そうです、ここに歩打つか。まあ、これ取る一手でしょうね。ただここに銀打ちが生じてるんで、まあ、銀打ってきたら逃げる。あ、まあ逃げるでいいよ。強者か。強者ちょっとだるいかな。1分30秒。1分30秒。1分30秒。ここに銀、銀が打てる。銀打たして、打たしてくれない。打たしてくれないのなんで、はい、これで金打って、
やべえ、これなってこれるじゃん。しかも大手飛車だし。しかも時間も空けてるし。よく見たら。よく見たら時間も空けてるっていう。よく見なくても時間も空けてるっていう。うわ、最悪。これ、きびい。1分。きびいぞ。やばい、飛車入ってくるじゃん。これ負けだ。なんか相手間違ってくれたぞ。これチャンス、チャンスをものにしたいが、チャンスをものにしたいができない。チャンスをものに、はい。とりあえずこの飛車が入ってこなくて本当に良かった、本当に良かった。だろうね。この辺に飛車打っといて、まぁ、ちょっとそろそろ負けか。でもさすがに、さすがにちょっと見えないわ、見えなすぎる。取りたいけどね、馬が効いてるっていうね、カスみたいな馬が効いちゃってますね。30秒。一回取れるか。ただ竜が入ってくるか。これ相手銀しか持ってないのでかいね。銀しか持ってないのでかいわ。20秒。銀だもんね、これね。相手銀なんだもの。でも時間がない、時間がない。とにかく相手角じゃなくてよかった。今打たれんの、角だったら終わってたぞ。角だったらマジで終わってた。10秒。角だったら終わってましたね。あ、やべえ、終わった。これ終わった。惜しい将棋じゃ。くっしょー。しかし将棋は勝利が全てなんだ。待って、4試合ぐらいやったかな。2勝2敗ぐらいだと思うんだよね。ちょっとあと1試合か2試合か。お前が先手だ。とりあえず勝ち越したい。つか3段当たるな。対局開始。やっぱこの達成率になると3段めちゃくちゃ当たりますね。ちょっと3段倒さないとこれ以上先には進めないっていうことですね。ちょっと3段の倒し方を勉強しないといけないっす。3段と戦うときに自分は何が足りてないのかっていうことを考えないといけない。三段と俺は何が違うのかっていう。お、三間飛車。三間飛車。お、取って取って取って。ん？取って取って取っ、あ、ダメだダメだ。危な。どうしようこれ。飛車、いや待って。あれ、これやることないぞ。やることないね、これね。今やることありません。これで、はい。2分30秒。銀取っていって、さあ、なんか若干考えてる。若干考えてますが、一回引いておいて、ここに歩打って角の頭に銀打ってみるか。ちょっとそれでやってみるか。でこれで銀打って、さあこれで銀ならず、はい、引くでしょ。でこれ銀なり、まあこれ下から振ると、一応振るのが多分相手が一番困ると思うわ。そんな気がする。これはちょっと勝てるケースにしたいな。ここに振ってくる。そっちに深い。あ、
やべえ、銀行チクるじゃん。ミスった。ミスったわ。ミスりましたね。いやー、もうだーる。だるい。あー、やばい。ミスった、これは。本当に厳しい。本当に厳しい形になった。バカなのかバカなやっちゃったー、やっちゃったー、やっちゃったー、なってくるし、ややべえこれマジで、あ、やば、やばい、なんでだよ、ほんとうっかりじゃん、これ、ただのうっかりじゃん、ただのうっかりなんですけど、ただのうっかりで負けてどうする。1分30秒、ほんとにただのうっかりで負けちゃってどうするんですかっていう話ですよ。送りの手筋、これはね、金角打たれて、いやー厳しい、将棋じゃった、厳しい、しかし将棋は勝利が全てなんじゃ。まあまあまあ、でも敗因はもうはっきりしてますね。途中までいい勝負だったんだけど、だから途中までいい勝負ができるんだから勝てる可能性はあるっていうことなんだよな。あーダメだ、畜生。はい、やっていきましょう。お前が言ってた。さあ、お相手2段の方ですね。腰掛けにノート系の方ということで、この落書きアバターちょっと打破していきましょう。この落書きアバターに負けたくはないっす。さあ、棒銀ですね、 UFO 銀。簡単に勝てる試合が全然ないわ。楽して勝ちたい、横島なことを言うと。考えてますね、考えてらっしゃいます。えいえい、ちょっと待ってね、これで一回歩ついて、お、なるほど。ちょっと寄っていきましょう。飛車振っていって、あー、なるほど、そうなっちゃう、なるよ、なる、千日手じゃん、千日手じゃん、千日手かー、どうす、あー、いや、次のタイミングで打開しようかと思ったけどね。まあ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 。ちょっとどうしよう。勝てない。お前が先手だ。さあ、初段の方ですね。大振り持久戦の時の方ということでやっていきたいと思います。さあ。さあ、今達成率が多分 20% 切ってると思うんだよな。20% 切ってるよね、確実に。さあ、相手は、あー、なるほどね、もうヤグラ、がっつりヤグラじゃん。このヤグラをね、崩せないんだよね、いつもね、結局、結局ヤグラ崩せないから。これ中央突破を目指すのか、無理に端を攻めていくのか、ちょっとヤグラの潰し方もやっぱり覚えないといけないな。ヤグラに組まれた時の対応の仕方、まあでも基本ヤグラはそうだ、多分この王様の筋を攻めていくのが一番いいはずなんだよ、多分ね。
間違えた2分30秒待っちゃいました。間違えちゃったのでおとなしく銀打ちます。なんだよそれ、厳しいし厳しいし、この銀バサミは厳しい。何やってんだ、やっぱちょっと慣れない形なんだよな、このな、そう慣れない形なの、この櫓を潰そうっていう試みに関しては慣れない形だから、それをねやろうとしちゃってるのが、まあ、若干間違いなのかもしれないですね。強いて言うなら桂馬跳ねたいけど跳ねられないんで、この状況でやべえ、これは回っていくしかねえ。これ意味ないか、金寄られて、金寄られて意味ないし、金なって取って、強者もらえたぞ、強者もらえたということは何かできるっていうこと。ちょっと待って、この銀が今怪しくなってきてるぞ。ここに強者打つか、よしこれでいこう、これで回っていこう、飛車戻していこう。1分30秒、行くでしょ、取っていってここに振り打って金で取られて、で桂馬跳ねたいんだけど跳ねられないから、一回飛車で取って、で、あやべえ、これあれだ、香車打たれるよ、あそっちに香車、そっちに香車ですか、そっちに香車で、何これ、ここに歩打つ、1分、まあ逃げられるから、しばらく逃げられるから、あ逃げられない、もしかして逃げられると思い込んだんだけど、思い込んでしまったんだけど、飛車か、飛車で桂馬銀っていうか、これあれか、いや違ったな、いや違うな、はいはい、これで逃げて、はい30秒、なんかどっかに桂打ちしても意味ないし、これこっちだったな、打つんだったら桂打ち、打つのだったらこっちだった、間違えた、で銀打ち、20秒、いやーダメだ、無理だ、歩打てないし、投了10秒、はい、ありがとうございました、起きちゃった、ありがとうございました。しかし将棋は勝利が全てなんじゃ。ちょっとあと1試合ですね、これはもう達成率 18.9%20% 割ってしまいましたし、デイリー勝率もトントンになってしまったので、ちょっとあと1試合やって勝って終わりたい、勝って終わらせてください。さあお相手2段の方ですね、原始本人の得意の方ということでやっていきたいと思います。さあ今日も今日楽しく将棋を実況、これを最終戦にするべく
ちょっと勝たないと終われないという気持ちでやっていきたいと思います。やっぱ強えな。しかも 10% 台になるともうなんか一気にまた降壇する、降壇のスレスレまで行くんじゃないかっていう気持ちになっちゃう。怖い、トラウマになってる、あの降壇のスレスレの日々が。はい、これで右四間飛車に来るっぽい。角で銀上がる。はい、でもこれ銀成りが多分受かんないと思うんで、はい、これで一回引きますか。引いた方がお得かな多分。はい、これで、角もらっておいて飛車なっていきますよ。残念みたいな感じでこう回っておいて、はい、でここに角打っておいて、まあ、切ってくるんだったら切ってきてください。で、あの香車取りに行きましょうっていう話をします。飛車取れたら圧倒的に優勢だからね。こっちから飛車打ても王様狭すぎるから。2分30秒飛車取れました。はい、この金上がっておけば、まあ、とりあえずのところここの角打ちも今ないし、はい、まあ、別に問題ない形。ここに銀打ちます。はいはい、これで飛車打ちます。はい、桂馬もらいます。ここに桂打ちがあります。これもう取っちゃっていいかな。いや、取んない方がいいか。2分。はい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 、まあ、これね、角が効いてるからこの歩取れないし、これはただです。はい、対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。対戦ありがとうございました。お疲れ様でした。よし、まあこんなところか。結局な、ちょっと負け越しちゃいましたけど、まあ出入り勝率ではまあ一応若干勝ち越してはいるし、まあ達成率が 20% 届かない、っていうところで、まあ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 、この辺でちょっと終わっておこうかなというふうに、思います。よろしければですね、チャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いいたします。というところで、お相手は私、イヤーズでございました。次回はですね、三段をバシバシ倒していけるような、そんな動画にできるといいなというふうに思っています。ありがとうございました。お疲れ様でした。